ロッコ問題って言うんですけれども、はい、線路があって Y 字路になってます。はい、5人が線路に縛られてます。はい、もう片方の方には1人が縛られてる。はい、電車はほっといたら5人の方に行く。はい、5人の方にその電車は行っちゃうんです。でもあなたがレバーをすることで1人の方に行っちゃうんですけれども、はい、あなたはレバーを引きますか？ちょっとわからないです。死んじゃうということですか？死んじゃいます。1人が死ぬか5人死ぬかですか？そうです。どっちを選びますか？5人助けます。じゃあ レバーを引いて1人を、はい、自分の意思でレバーを引いて1人が死ぬっていうことをするってことですね。はい、はいはい。私はレバーを引かないです。一人っていうよりも五人っていうよりも私自身がそこに手を貸すっていうことができない。五人のために一人を殺すか、一人のために五人を殺すか、その二択しかない。それがトロッコ問題だ。でももう一つ答えがあった。私の名前は松田明。ビッグブラザーを頂点にする一党独裁体制の全体主義国家オセアニアの一般党員だ。新理省記録局で文書改ざんの仕事をしていた。しかしある日突然抜き打ちの査問を受けた。ビッグブラザーは二重思考という考え方を国民に強要していた。それは嘘を真実と受け止めることができる能力のことだ。私は洗脳が完了していないことがバレてしまうことにずっと怯えていた。ビッグブラザーだ、あなたを見てる。民主主義国家ユーラシアとの国境紛争が激しさを増すにつれて、全体主義に対抗する反政府劇団梁山泊が内乱を起こし始めた。さらに突然変異した悪性コロナウイルスが世界中に蔓延し、ユーラシアで開発された新型ワクチンが闇ルートで流通し始めた。その情報源を突き止めるためにビッグブラザー直属の思考警察は潜入捜査を開始した。同時に大規模な道徳査問会を連日のように開催し、そこで反乱分子と判断された者は最底辺のヒエラルキーとして厳格に隔離されることになった。戦争は平和である。自由は必需である。無知は力である。ビッグブラザーがあなたを見える。ビッグブラザーは彼らのことをボトムプロール、つまり最下層市民と呼んだ。私が送り込まれた留置場101号室はまさに前時代の人間臭さが強く残る者たちの吹き溜まりだった。あんたさ、本当はお坊さんじゃないんでしょ？この部屋監視されてるの？扉に近づくと警報が鳴る。あんたの査問会、私も見てたわよ。あんたさ、ゲリラの量産爆だよね。コードネーム
ロチシン。誰だ貴様。五条楽園の雑居ビルが思考警察に焼き打ちされた時があったわよね。私その時ユーラシアの兵士たちを何人か手術したの。あんたその時オペ室に入ってきたでしょ。近づくな、やぶ医者め。何なのよ。 You are not really pure Japanese, right? Don't be silly. Big brother is watching you.味方を増やしておいた方がいいわよ。何のつもりだ。新型ワクチン持ってるの？こんにちは。お二人も振り分けられてこっちに来たんですよね。あっちに通された人たちとは扱いが違ったわよね。そうでしょ、おかしいわよね。私たちの何がいけなかったの？ちょっと近づかないで、コロナがうつる。ミポリンさん、あの、覚えてらっしゃいますか？ほら、アートビートライブって番組で。あ、バイオリニストの諏訪沙羅さん。まさかこんなとこでお会いするなんて。超有名 YouTuber と元地下アイドルか。あなたにわかる？一体この101号室って何なの？変ですよね、あの人たち。査問会の時は優しかったのに、突然邪険になって。でしょ？これまでとは状況が変わったのよ。悪い意味でね。入った瞬間に、なぜ私がここに来たのか理解できた。あのアセクシャルの人。無性愛アセクシャルです。無ということです。ないということです。あなたまで。あなた役人さんですよね。私たちとは身分が違いますよね。あなたならわかるわよね。この部屋監視されてるの？監視する必要がないんでしょう。多分ここは一時的な留置場ですよ。留置場？あなた、心理省にいたんでしょ？一体何やらかしたの？多分この後全員がオフリミットに送致されて隔離されるんだと思います。噂は本当だったんだ。噂？オフリミットって何？放し飼いにしていた動物たちを檻の中に放り込むってことよ。多分皆さんが自分という一つを第一に考えていたからだと思います。自分という一つ？一緒にしないで。私は他人の命をいくつもこの手で救ってきたのよ。所詮金に目がくらんだやぶ医者だろうが。全部バラさよ。私も違う。私は人に夢を与えているわ。たくさんの人にたくさんの夢を与えてきたわ。彼女たちには知る由もない。あーうざ。この辺り全体がユーラシアの攻撃目標になっていることなんて。三五郎さん、私たちはもう戻れないってこと？由美子さん、僕ら何も悪いことしないでしょ。だから大丈夫。粘土作家とチンドン屋、あんたたちは恋人同士？まさか。芸術祭で知り合っただけですよ。友達ですよ、友達。芸術ね。天海さん、さっきからずっと黙ってるけど、なんでここに入れられたのか思い当たる節でもあるんですか？何もないですよ。真面目にうなぎ屋を経営していただけですよ。うなぎ屋ね。ああ、そういう俺はタブロイド紙の記者で、あなたたち3人と同じ社会を回すのに絶対必要な人間ってわけじゃない。それはわかる。ところがどうも腑に落ちないんですよね。大見さん、あんた今は旅館の女将だが、もともとは市民警察の腕利きの刑事だ。新藤さん、あんたに至ったら現役の刑事だろ。
つまり市民警察だろうが何だろうがこうやって放り込まれるってことだ。あんたら二人は過去に何かビッグブラザーが気に入らないことでも、ん？しでかしたんですか？なんであんたに尋問されなきゃいけないのよ。昔私の関わった事件でありもしないことを記事にしたのよく覚えてるわよ。人をたぶらかしてばっかりいて。お前さんなら最下層市民になっても誰も文句言わないでしょうね。俺は大衆が求めてることをそのまま書いてきただけですよ。でも今はそうも言ってられない。本当のことを分かってないとこれから先手の打ちようがないですからね。そんなのどうでもいいわ。私には作りかけの大事な作品があるの。とにかく私は家に帰りたいの。由美子さんの粘土細工ってガラス細工みたいで素敵ですものね。でもビッグブラザーはそういう余計なものは嫌いなんだろうな。余計なもの？人道屋に言われたくないわ。どこか気な臭い。もしかしたらこの中に一人思考警察がいて、誰かが何かについてボロを出すのを待っているのかもしれない。それは例えばユーラシアから流出した新型ワクチンが反政府組織の間で出回っているそうね。思考警察が血眼になって捜索しているという噂を聞いたことがある。ほら、下世話なタブロイド紙にもよく書かれているじゃない。そういえばこれまでのワクチンは生産を取りやめたってニュースで言ってた。副作用で性格が反転するんだって。性格が反転？新型の方は副作用もなく有効性は 95%。 ビッグブラザーがその情報を全くつかめていないことに激怒しているようね。いつもそうやって戦争が始まるので。ちょっと待って、この中に思考警察が紛れてたらどうするの？こんな話を聞いてたら最下層市民として送り出されることが決まってる人たちに思考警察を送り込むなんてありえないですよ。もう審判は下ってるんです。あんたもどうなのよって感じよね。かわいそうにな。一般党員から最下層市民まで2階級も転落して、これまでの記録も全部なくなっちまうんだもんな。あの、こんにちは。動物みたいな子を一匹来たわ。市民警察って言っても党の人間じゃない。私もあなたと同じ市民よ。ビッグブラザーが私たちをどうするつもりなのかもわからないの？わかるわけないでしょ、あんな奴の考えてることなんて。ビッグブラザーを見たことあるんですか？私にも若い頃娘がいてね、ある日突然いなくなった。まだ12歳だった。ほら、よくあるあのビッグブラザーの神隠し。それから諦めずにずっと娘の行方を探しているんだけどね。娘さん洗脳されてしまったのかもしれませんね。私の心は絶対あんな奴には奪われない。人間っていうのは一括りなんてできるもんじゃない。人間にはそれぞれ人生がある。人生もいろいろ。そうでしょ？つまり人間らしい人間が最底辺の扱いを受けるってことなの。大見さん、あなたは人を憎むのではなく罪を憎んでいました。実はそれが私の警察官としての礎なんです。ありがとう。ごめんね。あなたのお父さんはとってもいい刑事だった。なのに救えなかった。私が殺したようなものなの。
父のためにいろいろ力を尽くしてくださったことをちゃんと存じ上げてます。とても感謝しています。でも私なんて検査しても坊さん大丈夫ですよ。濃厚接触はしない方がいいですよ。コロナウイルスが次から次へと変異していること忘れないでください。私たちは動物じゃないわ、人間でしょ。人間は怖がるし弱いものなの。遠くから叫んだりして人を愛する気持ちをなくしてしまったの。だってアセクシャルだもの。こちらに座りましょう。大丈夫。ごめんなさい。先生。リュウ先生、私のこと覚えてません？あなたが私を助けてくれた。この顔も体も心も元通りにしてくれた。中途半端にビルの2階から飛び降り自殺しようとして顔面骨折した。すみません。あんたますます裏ぶれたね。元気にしてましたか？私なんか助けてくれなくてもよかったのに。あ、そうだ、亡くなった旦那さんに引き取られたちっちゃい娘さんはどうなったの？まあ戻ってくるわけないだろうけど。あなた最低ね。最低で悪かったね。攻撃する人もいれば優しくする人もいる。そして依存する人も。人間はそういった個性や違いを持ち寄ってお互いに近づき共に生きてきた。刑事さん、ドア開けるとまずいかもしれない。この建物の外は悪性コロナが蔓延してるんです。あー、くそ！残念だけど、万事休すね。いや、そんなことないでしょ。誰かワクチン持ってませんか？ワクチンがあれば外に出られますよね。新型ワクチンだったら最高なんだけど。そんなもの持ってるわけないでしょ。私は世界中を旅してきたの。旅を終えて初めて気がついたの。
庭にある小さな葉っぱに落ちたたった一滴の雨粒にも全世界の慈しみが映り込んでいることに。この世界は最初から大きな慈しみに満ち溢れているのよ。慈しみ。だからリオさん、こんな時だからこそみんなを信用してみんなと協力し合って。人間なんか信じれへんから戦争起きるんじゃん。信じれへんからこんな風に隔離されてるんやないか。あんたみたいなのも偽善者言うねん。喫色ある裏声つこて人だまくらかして有名になったんちゃうんか。何が慈しみやねん。そのお花畑のドタが勝ち合っとるか、オンドレ。うわ、命が輝いている。ミポリン、このヤブシタの肩を持つわけじゃねえが、あんた間違ってる。見境なく誰でも信じるなんて無理だ。何その疑いの目は。新型ワクチンなんか私は持ってないわよ。警察ならほら、証拠品とか麻薬とかを着服するのと一緒で、何せこのご時世だ、魔が差すってこともあるんじゃねえ。そんなこと私がするわけないでしょ。すぐ無気になる。だからこんなとこに放り込まれるんだよ。人を憎まず罪を憎む。本当かよ。ビッグブラザーがあなたを見て。この野郎、やめろ、やめろ。うっさい。離せ刑事さん。離せ。暴力反対、人を憎みまくってるじゃない。なんだと。でも分かった、やっぱりあんた思考警察じゃなさそうだ。試したのかよ。次は誰を疑うつもり。天海さん、道徳査問会であなたは5人の命を救うために1人の命を犠牲にはできないって言いましたよね。私は電話を引かないです。そう答えたのはあなたとこの暴力刑事の進藤さん2人だけだ。いや、落とさないです。俺はね、何かが最初から仕組まれてたような気がするんだよね。思考警察にとってあのトロッコ問題の質問はリトマス試験紙だったのかもしれないよね。もったいぶらずに分かりやすく言え。ビッグブラザーは全体主義者だ。一人より全体が大事、全体のために一人を犠牲にしろと洗脳するんですよ。それに相対するように量産パクは数よりも一つ、つまり個人主義をスローガンにしてる。量産パク、反政府ゲリラのことだよ。じゃあこの二人だけを隔離すればいいんじゃない。私たちのトロッコ問題の答えが望まれた答えだったんなら私たちは関係ないでしょ。5人助けます。じゃあレバーを引いて1人を、はい、自分の意思でレバーを引いて1人が死ぬっていうことをするってことですね。はい、はいはいはい。私は量産泊じゃない。あなたそうなの。勘弁してくださいよ。そりゃどっちも、はい、量産泊ですなんて言えませんよね。新型ワクチンの流通ルートが闇に消えるのだけは避けたいから、思考警察も慎重になってるんだろうね。だから俺たちのような桜が必要なんですよ。どうかね、ビッグブラザーにしてはこそこそしてないかい。もっとあけっぴろげに操作すればいいものをね。ズバリ言いましょう、それは新型ワクチンの特性が党員に知れ渡ると都合が悪いからです。なぜ。あれを打つと脳のどっかに作用して党員に強くかけられていた洗脳が解けちゃうらしいんです。下手に明けっぴろげな操作をすると党員にも出どころがバレてしまう。いいんじゃない、それが本当なら未来は明るいわね。ちょっと待てよ。どちらにしろ今の話の流れだとこれが一番大事なことだと思うんだけど、この中に執行警察が一人紛れ込んでいるってことだよね。その通り、名探偵としての俺の勘だけどね。この中に執行警察が一人いる、もしかしてあんたじゃねえのか。俺はあんたと違って数より一つに重きを置く。
ビッグブラザーの全体主義から人間の個性を取り戻すためだ。でも医者としては、例えば5人いたら、5人が引かれちゃったら助ける、もし目の前で苦しんでたら助けなきゃいけないから、1人の方が楽だからしない。何もしません。数ではありません。私の介入によって運命が変わることを拒みます。5人を生かすか1人を生かすか、あの道徳左門会のドロッコ問題で私は選択そのものを拒否した。ビッグブラザーを否定するという意味で彼と合致した。あんた、自分から量産泊だってカミングアウトするの？何？それがバレたところで俺は損しない。何か？お前ら量産泊がぐっちゃぐっちゃかき乱すから締め付けがきつくなったんだろうがよ。量産泊？量産泊のことを悪く言わないで。この人たちはみんな心の芯は温かいの。弱い者を助けようとする慈しみがあるの。あなたにもあったわ。私が飛び降りた時、あなた私に優しくしてくれたじゃない。あれがこの人の言う慈しみじゃないの？その結果が何なのよ。あんたはただの怠け者で、誰かに依存して楽しようと思ってるだけじゃないの。だから一人娘にも捨てられるのよ。また始まった。ちょっと待った！論点がもろにずれてる。はい。質問。あなた思考警察なのね。違うわよ。違うわね。え、じゃあ誰なのよ。誰が思考警察なのよ。あの、質問があるんですけど、慈しみって何ですか？あんな素敵な音楽を奏でるのにあなたわからないの？ごめんなさい。それって愛情とは違うんですか？は？ああ、もう我慢できない。なのこれ、開けろ開けろ開けてください。誰かいないですか？どうして生きてるだけでこんなにするの？もうこんなの家、こんな地獄。あの鳴き声は何？なんか動物のうめき声みたいね。気持ち悪い。似たような部屋が他にもあるってことか。ついに天と地の挟み撃ち作戦が始まった。もしかして誰かが仕組んでるの？爆撃と地震がなんで一度に来るのよ。何これ、全然戦争？
出たらダメだ。悪性コロナで死にますよ。死なないわよ。この廊下までは大丈夫ね。ワクチンがあれば戻れるの？わからないの？この国のど真ん中を攻撃されてるのよ。もう戻り道はない。私にはある。娘が帰ってくるんだもん。私にはあらへん。そんなもの、そんなもの元からないんや。ロ自身、敵の妨害電波を遮断するコードは分かったか？例のアンダーカバーから間もなく受け取る予定です。なかなか隙がなくて。ヘリさえ来れば俺たち以外も救える。そうか様、味方は俺たちを捕捉しておりません。明日の夕方までには2度目の攻撃命令が下されます。旧型のワクチンが一つあるんで、俺はそれを使います。すまない、それまで何とかしないとな。党の情報を引き出せるお前の方が今は重要だ。改めて連絡します。やっとまともに話せるな。始まってしまいましたね。あんたの情報が命綱だ。しかしよりによって攻撃目標に一緒に放り込まれるとはな。これでヘリを呼べろ。なぜ自分から量産爆であることをバラしたんですか？誰が敵か味方か分かるかと思ってな。新型ワクチンがあればあんたもあんた自身を完全に取り戻せる。私にできるんでしょうか？もともと情緒不安定なので。コギトエロゴスも我思うゆえに我あり。俺たちは地面を自分の足で踏みしめている。いずれ意志を持った人間の時代がまたやってくる。あんたも家族がいた頃の自分を取り戻すんだ。ミポリンが言っていた慈しみの時代だ。重要な情報はここだ。お前が思考警察だとはな。慈しみなんて私にはわからない。渡せ。待て、君は元に戻りたくないのか？一緒に戻らないか？君はニュースピークの洗脳教育でボキャブラリーを失ってるんだ。黙れ。聞いてたわよ。持ってるわね、新型ワクチン。流通ルートも全部白状しなさい。まさか君が。ブラザーずっとお前見ていたんだよ。ほら、よこせ。新型ワクチンよこせ、ほら。やっ。
マジかよ。二人も思考警察が紛れ込んでたってこと？あんた、梁山伯だったのかい？私、アベマリア好きだった。あなた、地下アイドル時代必ず歌ってたでしょ。あれ、マリアカラスのアベマリアでしょ。違うな。歌詞の意味、ドイツ語だからわからなかった。あれが慈しみなの。誠実にお祈りすれば必ず与えられる愛情なの。この固く荒々しい岩壁の中から私の祈りが聖母マリア様のもとへと届きますように。私たちは朝まで安らかに眠ります。たとえどんなに人々が残忍であっても。麻酔よ、動物に使う。そういえば、あんた病室でよく歌ってたわよね。夜が明けたらユーラシアの同胞と連絡を取る。外が明るくなるまで待つしかない。この固い岩壁の中でな。行き先があるってことなの？行き先は皆さんの理想郷です。こいつは味方だ。全員脱出するんだ。味方？裏切り者には変わりはないわよね。許してください。僕にも戻り道はないないんです。それ、新型ワクチンですか？打つと洗脳が解ける。無力化しないとね。私たちにも打ってくれるのかい？夜が明けたら同胞から連絡が来ます。全員でここから脱出しましょう。俺たちも助けてくれるのか？ああ、この二人も。お父さん、生きてるの？事故で死にました。名前は？矢吹徹。
あなたの本当の名前は。矢吹。めぐみ。ちっちゃかったから覚えてないよね。覚えてる。アベマリア。歌ってくれた。夢の中でも聞こえてたよ。ごめんね。苦労したよね。お母さん。探してた。私探してたんだよ。愛ゆえに人は苦しむ。愛ゆえに人は悲しむ。よかった。洗脳が解ける薬も混ぜておいた。もしかして新型ワクチン？私が持ってるわけないじゃない。自白剤の一種よ。あなたは人道屋じゃないの。長い間騙されてきたの。私たち友達なんかじゃないわ。だったら君は？私はあなたの妹。ずっと弱い私を守ってくれていたの。父さんのためにも僕たち生き残んなきゃな。お兄ちゃんなのね。いい感じに洗脳が解けたみたいだな。代わりに変わった神様が出てきたけど、最初から悪い人だとは思ってなかった。キミコ、世界は今終末を迎えているのか。わからない。でもそんなのどうでもいい。全体なんてどうでもいい。全体のために自分を捨てるなんてもうできない。目の前の大切な人を守るために僕は生きるよ。僕の命は僕のものだ。私もこれからは強くなる。
罪を憎み人を憎ますか。三五郎さん、ありがとう。おかげで自分は自分という一つに気がついた。旧型ワクチン。バカ。時間がない。必ず戻る。自分という一つ。自身いつまで続くんだ。新型ワクチンの情報をよこしなさい。嘘。お前たちみたいな中途半端なやつがいるから時代が先に進まないんだ。私は何十年もお前たちみたいなクズを見てきたんだ。お前の親父も私が殺したんだよ。マジかよ。情報よこせ。スマホに全部入ってるんだろ。慈しみは本物だった。私は間違っていた。私にも自分という一つがある。私新型ワクチンを持ってるの。みんなこっちに来て。副作用がないという巷の噂も怪しかった。だから使うのは最後の手段だと思っていた。今私はロチシンと同じ気持ちなのかもしれない。
そう、次につなげる。僕ら4人を連れてくるのが梁山泊の彼がした最後の仕事だった。なぜだ、一体どうしたんだ。おい、どういうことだよ。天海さん、あんたもしかして。ワクチンの数は最初から足りてなかったんですね。あなたは自分には打たずに。年寄りを優先したからな。このたった4人を救うためだけに。たった4人じゃない。このことだったんですね。自分という一つ一人っていうよりも五人っていうよりも私自身がそこに手を貸すっていうことができない。あの道徳専門会でも自分に抜けていたのは自分という一つだ。最後の玉があるのにそれを数に入れてなかった。ロッチ氏。はい。
これに新型ワクチンの全ての情報が入ってる。はい。君たちはこれまで奪われていた時間を取り戻せる。絆を大切にしろ。それは誰にも奪えない。新天地へ行け。そして一人になるな。あんたは誰かいい男を、あんたは誰かいい女を探すんだ。やり直すわけじゃない、始めるんだ。ロチシン、俺の屍を越えていけ。はい、時代を変えます。ソウ様、ソウ様、ソウ様、ソウ様。みんなと同じ空を見ている。みんなと同じ空を見ている。みんなに見守られながら私は死んでいく。一人じゃない。伊代さん、あなたもしかして。ワクチンは一つ足りてなかった。彼女も自分という一つを最後に使った。一緒に生きるの。大丈夫。あなたは一人じゃない。そうよ。一人じゃないんだよ。これからは。この先、あんたらを苦しめる奴らが一歩でも土足で踏み込んできたら。宇宙は血の一滴が枯れるまで戦うしな。虫けらや表舐めてたらいかん。ロチシン、ロチシン、ここにいる、ここにいる。ラテン語であれなんて言うんだったっけ。コギトエルガスム、コギトエルゴスム。
我思う。故に我あり。まっすぐやってみるよ。お手柔らかにね。おい、ここだ。おい、ここだ。おい、私はこれからずっとこの子を支える、次につなげるために。おい、ここだよ、ここだ。空を見上げるのどれぐらいぶりだろう。私には絆がある。それが世界につながっていく。私はこの空を決して忘れない。新たなる人間宣言。二人は僕たちを再生に導いた。不死鳥のように羽ばたけることを教えてくれた。だから感謝しよう。悲しみを乗り越えよう。僕たちは空を見上げる。それぞれの希望が大空に溶け込んでいく。そして自分という一つを誰かに伝える。